にちは、ボーです。本日は福岡にいる間に行きたかったところ全部行かなきゃ第2弾ということで、ダガエタノに行ってきました。ここは福岡の赤坂ガーデンシティの中にあって、イタリアナポリの名店ダガエタノのにこの有名な屋号の継承を世界で唯一許されたお店らしいです。なんでこんなのが福岡にあるのか謎ですが、ぜひ行ってみたいと思ってました。実は先日友人とこのお向かいのお店に行ってめちゃくちゃ美味しかったんですよね。なのでこの店も気になってました。予約はしてなかったんですが、突撃運よく入ることができました。悩みに悩んでマルゲリータとドリンクセットを注文です。まずはドリンクとサラダが到着。パクパク食べていると途中でマルゲリータも到着です。マルゲリータめっちゃうまかったです。ヤギミルクの風味のあるモッツァレラチーズが上に乗っかってて、トマトソースのその風味を邪魔せずめちゃくちゃいい仕事してます。こりゃイタリアの老舗屋号をもらっただけあります。久々にうまいピザ食べました。ここかなりおすすめできます。ぜひ皆さんも行ってみてほしい。ただちょっと残念だったのが、店員さんの接客が私より先に頼んだ人がいたのに私に先に配膳したり、私が食べ終わったら数秒後に皿を下げに行ったりして、ちょっとだけなんだかなっていうのが本音でした。味は最強、接客は日本スタイルに慣れすぎているのが私が悪いですって思った次第でした。では